よし。攻略会議を始めましょう。どうかな。わかった。頼むな。任せなさい。それではボスの攻略に向かいましょう。そうね。アクティベートしておいたから。
わかった。ちょっと何するの。いいだろ、別に減るもんじゃないんだから。いい加減にして。監獄エリア送りにされたいの。しかも今は転送がおかしくなってるんだから、どこに飛ばされるかわかんないわよ。外周部に飛ぶかもしれないんだからね。いいよいいよ、やってみな。俺たちにそういう無粋なものは意味がないんだから。ほらね。なんで犯罪防止コードが動かないの。さて、俺たちの強さを知ってもらったところで、もう少し。おやおや、誰かと思えば黒の剣士様ではないですか。攻略組ってのは随分とお暇なようですな。いや、それとも正義の味方のつもりかな。まあせいぜい格好つけておくといいよ。お前が何もできない子供だってことは、そのうち身をもって教えてやるからな。行くぞ。面倒かけてごめんなさい、黒の剣士さん。男ばかりの SAO にいるからね、ああいった連中はある程度慣れてる。でもあいつらはちょっと違ったね。そう、システムの干渉がなかった。まあアイテムやスキルのデータがおかしくなったりで、今さら何が起こったって不思議はないけど。じゃあね、今度機会があったら何かおごらせて。よう。私にも、なんだろう。ゆいちゃんがこういう連絡をしてくるのって珍しいわね。そうだね、愛する娘の頼みでもあるし。おかえりなさい、パパ、ママ。
それはですね、いつも優しくしてくれる二人に私からプレゼントです。あ、綺麗。ダイヤの花のブローチ。大正解です、パパ。え、ゆいちゃん、いつの間にそんなスキルを。違うんです、ママ。草植物作成系のスキルじゃなくてですね。この間、パパに連れて行ってもらったコンソールで手に入れた機能を使って作ったんです。これ、ブローチがあれば、つけてる人同士、お互いの状態をモニターできるようになるんです。とか本当はどうでもよかったんです。私はパパとママに何かプレゼントができればそれだけでも。本当は指輪が作れればパパとママの結婚指輪としてプレゼントできたんですけどね。でも手に入れた機能には指輪を作る技術がなかったので。ゆいちゃん、指輪じゃなくたって十分に嬉しいよ。喜んでもらえてよかったです。いずれ、ううん、きっともう少しすればパパもママもこのアインクラッドを攻略してしまうと思います。二人と他の皆さんの力を合わせれば絶対です。そうしてこのゲーム世界から解放されたら、その後はきっとここが残されることはないと思うんです。としても初期化は免れないと思います。それってもしかしてゆいちゃんもいなくなっちゃうってこと。はい。そんな。それはその通りです。データを読み取ることができなければ、私はデータの形のまま眠り続けることになってしまいます。外の世界のことは何とも言えないわね。私はパパとママが私のことを覚えていてくれるなら眠ったままでもいいと思っているんです。だって壊れてしまっていた私が私になれたのはパパとママのおかげなんですから。パパとママがいたから今の私が私として生まれることができたんです。だからこのプレゼントはそのお礼です。これもゲームの外まで持っていくことはもちろんできません。でもパパとママがこのことを覚えていてくれれば、それはゲームの外に持ち出したのと同じようなものですから。そんなの忘れるわけないじゃない。可愛い娘
娘からの。こんな素敵なプレゼントなんだよ。忘れられるわけない。ありがとう、ママ、パパ。あと、プレゼントを作ったのにはもう一つ理由があって、ナーブギアのデータにパパとママのために作ったものが残せたら眠っていても寂しくないって思ったんです。私は SAO 以外のゲームのことはよくわからないけど、でもできる限りキリト君をお手伝いする。だから待っててね。はいはい、パパとママが力を合わせるならきっとうまくいきます。私楽しみにしてますね。よし、ちょっといい、ちょっといいかな。これまでのことを考えるとそんなことは起きないと思うけど、何かあったの？見間違いとかじゃなくて？新規臭い顔して。リズ、ちょっと面倒なことになってそうなのよ。まずはそいつを攻略組に入れなかったのは大正解ね。痴漢なんて最低ですよ。でもなんでセクハラコードが働かなかったんだろう。ゲームシステムの異常なのかな。それなら一回試してみてはどうでしょう。試してみるって？実際にパパが誰かを触ってみてシステムメッセージが出るかやってみるんです。じゃあじゃんけんで誰がテストするか決めましょう。そんなのみんなに頼めないでしょう。私で試してみて、キリト君。まあまあ、ここはユイちゃんの提案通りじゃんけんで決めようよ。ちょっとリズ、どういうことか分かってるの？どういうことって、どういうこと？だからキルト君にその触られちゃうんだよ。ああ、そんなことはもちろん分かってるわよ。でもセクハラし放題なんていう一大事かもしれないんだから、みんなで協力してちゃんと調べないとね。Thank you.
協力します。犯罪防止コードに異常がないか女性代表として調べないといけません。アスナさんは攻略でみんなのために活躍されてます。私は私のできることでみんなに貢献したいんです。やっぱ私も参加なのよね。これ当然体を張ってこの事件を乗り越えましょう。乗り越えるというか自ら乗っかっていってるように思えるんだけど。それじゃあじゃんけんしますよ。さあママもこっちに来てください。もうキリト君のバカ。なんか私がテストすることになったわ。うん、それでどうすればいいの？パパはどこでも構わないのでシノンさんの体に触れてください。変なところは触らないでよ。なんだかいやらしい目つきね。ゆいちゃんは見ちゃダメだからね。どうぞ。あ、出たわね。少し安心したね。肩を触るくらいでセクハラコードが発動しちゃうの？つまんない。リーズ、キリト君で遊びすぎ。バレてたのね。もうちょっと詳しい情報が欲しいわね。どういたしまして。それでこの犯罪防止コード発動っていうウィンドウの OK ボタンを押せばいいのよね。それに触れちゃダメ。それに触れたらキリトさんが監獄行きです。そうなんだ。へえ、よく覚えておかないとね。Not again! Mommy! No! Get away from her! It might just as well start here.